白虎整備、始まるよ。はい、どうも、ホワイトタイガーです。今回も、ホンダ、ジョルノを、やっていこうと思います。オープニングは、ゲンスケ整備さん風な感じで作りました。今回は、塗装のために、ホイールを磨いて、タイヤを外していこうと思います。それでは、レッツラゴー。サビがちょっとひどいもん。リアホイールのドラムを80番のペーパーで磨きます。清掃不足か、ライニングの状態が悪いと、ドラムやライニングに溝がついてしまい、これが異音の原因にもなります。本当は、交換した方がいいんですが、とりあえず、磨いてみます。ホイールに、パークリを吹き付け、オイルやグリスなどの汚れを、除去していきます。足付け作業を、しやすくするためです。リアホイールが終わったので、今度は、フロントのホイールです。こっちはね、比較的リアほどひどい状態ではありませんでした。こちらもリア同様磨いていきます。続いてホイールからタイヤを抜いていきます。まずはエアバルブから虫ゴムを外します。虫ゴムっていうと昭和な感じがしますね。バルブコアって言うらしいです。続いてビートブレーカーを用意します。バイクや車のタイヤのビートは簡単には落ちません。このビートブレーカーはテコの原理でビートを落とします。原付バイクのタイヤなら足で十分って思う方もいますが、まあそう簡単にはいかないものなんです。やっぱり道具って大事ですよね。ちゃんとビートが落とせました。ビートブレーカーがないよって方、実は車と車載ジャッキがあれば簡単にビートを落とすことができます。車を上げる要領でジャッキをかけ、その下にタイヤをビートギリギリに設置します。あとはジャッキを回してパンタグラフを伸ばせば簡単にビートが落ちます。興味ある方はぜひやってみてください。さあ、ここからみんな大好きホイールからタイヤを外していきます。数本のタイヤレバーとビートクリームと気合さえあれば外すことができると思います。ビートクリームがない方はパーツクリーナーでも代用できます。自分はパークリの方が好きかなぁ。片方のビートが外れればもう片方のビートは気合だけです。パークリを吹きかけて力いっぱい引っぺがしましょう。まあ、ホイールに傷をつけたくない方は、リムガードなどを使うといいかもしれませんね。次に、エアバルブを外します。専用の工具があるんですが、新品と交換するので、カッターで切り落とします。ホイールに傷がつきやすいので、気をつけて切りましょう。最後に塗装のための足付け作業です。400番くらいのスコッチブライトでホイールの表面をゴシゴシ磨きます。もともとシルバーのホイールに黒色で塗装しているみたいですね。まあ自分も黒で塗装する予定でしたのでいいんですけどね。あとはこの塗料がシンナーでないことを祈るばかりです。
かがでしたか？次回はフロントのホイールのベアリングを交換したいと思います。よかったらまた見てね。